オコスミスです。日本は地震国です。今能登半島の皆様が地震により苦しんでいるのを毎日私たちは見ていて、本当に心が痛みます。あの能登半島の先端、珠洲、輪島、本来だったらあそこに原発が立ってました。それを今あそこで苦しんでる、もう家もめちゃくちゃにされてるあの人々が28年かけてあそこに原発立たないように頑張ったわけです。だから私たちは救われてる。それは私たち京都市民にとってどういうふうに関係があるのか。福井に原発がたくさん並んでます。原発銀座と言われてます。世界にも類がない密集地です。その一番近い都市が京都なのです。なんとその原発の一つ、大井原発は大阪の地裁では認可が取り下げられている、認可が取られているわけです。動かしてはいけないと言われている原発、それが今控訴審で戦われてます。じゃあ福山さん、どういうふうに活動しているか。彼は実際大井原発を止める戦いの弁護士になってます。そして私は関西広域連合にこの関西にとっての死活問題、原発の震災について何回も言ってますけれども、本当にそれに対して動けるのは京都しかないです。京都の市が立ち上がれば本当に京都市はじめ関西を救うことができるんです。原発の惨事からはっきりと同意見が欲しい、原発は絶対に嫌だ、京都市民を守りたいということを言っていただくのは本当に福山候補だけなんです。だから絶対に大惨事を起こってほしくない、それを止めるためには本当に彼が必要とされています。そして京都市民、私たち原発惨事が起こった場合、舞鶴から6万人近くの人々 を受け入れなければいけない。私たちの周りの学校、大学、すべて高校、いつも使っている施設、私たちが行く病院にみんな来るわけです。舞鶴の人たちもすごく苦しみし、私たちも苦しみます。本当にいつ明日原発事故が福井県で起こるかわからないです。今こそ止めなければいけない。だから福山候補が本当に必要とされてるんです。よろしくお願いします。絶対に京都市を守りましょう。